どうも、おまっとさんでした。平八郎です。はい。いやー、昨日はナイスゲームでした。そして、岸潤一郎がね、ちゃんと4番に座ってたというね、岸潤一郎の4番起用、もうライオンズの、もうライオンズグループの、もう文集法ごときで、4番は変えねえぞと、こう強い意志を感じましたね。それが見れて、僕は嬉しかったです。試合の方は4対0で勝ったという。終わってみれば快勝じゃないか。竹内119球を投げ、無失点。ね。メジャーリーグのチームですよ。メジャーリーグのチーム相手に、8回を投げ、無失点。素晴らしい。もう新人を、あげたい。ね。そして、起きたらですね、またこれニュースが飛び込んできましたね。ホークスの野村大輝内野手、そしてライオンズの斎藤弘正投手との交換トレードが決まりました。いやー、これはこれに関してはライオンズ得なんじゃないんでしょうか。まあ斎藤ね、まあ弘正もドライチでね、入団してまあ思うような成績もね残せてはいませんでした。今は育成選手にねなってますけども、伸び悩んでる斎藤弘正、まあ野村大輝選手もそうなんですかね。成績見る感じではまあファースト、同じファーストには山川もいるし、ライオンズの内野手も最近どんぐり化が進んでおります。正直、なんだかんだ外野手のねどんぐりずだなんて言われてますけども、蓋を開けてみたら内野手も結構そんな感じなんだよね。源田と殿崎以外、ここに、野村大輝選手が加わるとね、まだ年齢も若いですから、23歳ですから、斎藤投手はね29歳っていうのをちょっと見ると、今年の人的保障問題の何でしょう、これホークスのこの詫びなんでしょうかね、お詫びトレードなのかなっていうふうにも、思いますね。活躍してみましょう。野村大輝選手にね、でライオンズといえばあと野村和樹がいるからね、育成ですけど野村和樹大輝で頑張ってもらいましょう。ただ野村和樹もポジションファーストだからな、そこが被るんだよな、だからこの2人、そして今ねファーストといえば山村もいるからね、さらには、ルーキーのヘススアギラーもいるからな。さあ、ルーキーのアギラーな、今年出始めはちょっと頑張ってたんだけどな、今はちょっと怪我しちゃってね、もう2軍に今いるけども、期待されたルーキーのアギラー頑張ってほしいね。この若手みんなで、ファーストをね切磋琢磨して取りに行ってほしいな。なんかライオンズフェスティバルでアギラーど真ん中でこうやってたけど、ライオンズフェスティバルの時に戻ってくるのかな、このアギラーは。まあまあ、というわけでね、とりあえず飛行機が15時50分のね飛行機なので、ホテルのチェックアウトももう間もなく出なきゃいけないのでね、ささっと編集終わらせて、行きたいかなと思います。現地観戦の動画の方がね、正直ね今日は上げられないです。すいません、ご了承くださいませ。本当月曜日とかに上げるかもしれません。でもね、昨日の試合は本当だったからね、どっかタイミングで上げたいなと思っております。はい、で本日の生配信はちょっと戻っていろいろ荷物ばらして準備できたら生配信させていただきますね。今日はロッテ戦ですね。ライオンズ今井、そしてマリーンズ小島との投げ合い、この試合も目が離せません、ね、苦手小島から打てるのか、昨日の大関のように、4点取ったけど打てるのか、ライオンズ今日も頑張ってもらいましょうといったところで、こちらの動画はこの辺で締めさせていただきます。それでは後ほどの生配信でお会いしましょう。さようなら、ライオン。